大和橋は福島県北方市にある道路橋である。北方市大和町を流れる一級水系阿賀川を渡る橋であり、福島県道43号藍津番下山和線を通す。南詰めは大和町水戸郷字谷地、北詰めは大和町大山中に位置している。北詰めはすぐに福島県道16号北方西藍津線と交わる定時路となっている。 現在の橋は当地に架けられたものとしては三代目に当たる全長115メートルのローゼ橋である。橋上は車道2車線と右折レーンの計3車線で共用されており、福音3.0メートルの歩道が両側に整備されている。信号ダムの上流部に当たり河川水深が深いことなどからローゼ橋が採用され、構成アーチ部と手義タブは緑色に塗装されており、 豪雪地帯であることから2本のアーチ部材を結ぶ上部の両材には積雪を防ぐためにパイプ形状の部材が用いられている。明治時代末頃まで当地近辺では私船が用いられており、1929年に初代の橋梁となる木造の吊り橋が建設され、長らく利用されてきた。その後、老朽化のために掛け替え工事が行われ、 1964年、道路橋としては、日本国内で、初めてとなる逆ローゼ型上自主機構、パイプアーチ橋が着工された。工事期間中、アーチ部材締結のためのケーブルを支える鉄塔が倒れる事故が発生し、殉職者を出すも、1966年に、全長111.6メートル、福音5.5メートルの二代目山和橋が竣工した。以後、 当地の自動車交通を支えてきたが、大型車両の利号が難しく、構え体の老朽化も進んだため、1994年に現在の橋への掛け替えが進められ、1999年12月22日に完成供用された。総工費は15億1850万円。ありがとうございます。